これカンヌ国際映画祭で撮影された写真なんです。お二人の作品が映画学校で作られた作品の部門の中で2位に選ばれました。これ日本人で初めてのことです。オルシーでアツコイハヤナギ、ようこそいらっしゃいました。自分の服をお取りいただいてよろしくお願いいたします。さっき映ってたすごい近い本物みたいな感じですよね。本日はいろいろとお話を伺ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。監督平柳敦子監督、はい、ですが、曽我さんは最初の出会いっていうのはどのくらい前、ベルリン映画祭が毎年若手の監督役者、まあ、それこそ撮影録音役者も含めて映画の祭期間中に1週間泊まり込みで300人ぐらい招いて、人材コール人材育成、まあ、映画祭としては、まあ、お互いなんかオーディションのやり方で、さっき私曽我さんから初めて聞いたこともあって、 もっといっぱいいっぱいオーディションしてらしたらしくって、まあ、私の役もだけれども他の桃井さんの役の方もそうだし、もすごくたくさんの方を見てらしたんだっていうのが改めてちょっとびっくりした感じですよね。でやっぱりその監督の中にあるこのオールシーというものを作るにあたっての、その人間としてのその存在感とか、この人を人間がそこにいることによってその奥に透けて見えるものみたいなものを監督はすごくこうよく見てらしたんだなっていうのが思いましたね。はい、小さい時ご両親に対してどう思ってましたかっていうのなかなかないよねっていうか、主演が見つからないんだから撮れないよねっていうことですよね。で監督が言ってることは間違ってはいないんですけれども、私は途中で止めるのは嫌なのと、うん、まあ、これまで準備してきたことと、そうですね、もうアナにもマイル、そのあとの話ですよね。でだからもう短編だけどちゃんと本もあるし、もう準備万端なんだから堂々と現状を話して桃井さんに行こうって言って、か、まあ、監督を説得し1週間ぐらい考えてましたけど、いやみたいな。監督としては、まあ、学生監督としては、まあ、過去にも3本、はい、3本、まあ、でも無名といえば業界の中ではやっぱ全然無名ですよね、はい、が結構すぐですよね。どうですか、実際 OK してもらえると思ってましたか。でもなんか監督が持ってる感じはなんか怖って、まあ本当にまっすぐで、曲がったことが嫌いで、私ともやりとりでもぶれないっていうか、うん、で優勝した時点で持ってるな、すごい持ってるなっていうのと、タイミング大事ですもんね。本当にこれだけオーディションみっちりやって、何人くらい、まあ結構ね、本当は狂気的だ、さって方もこういう